はいどうもこんにちは、おもちゃのエルンです。さあ今回は、はい、こちらのトミカたちを見ていきたいと思います。はい、いよいよ明日ですかね、今月のねトミカが発売になるんですが、39番が三菱のねデリカ D5 で、70番がランボルギーニのアベントドール SVJ です。まあそれの発売に伴って、はい、ご覧の通りこちらのねトミカたちがね廃盤になってしまうんで、今回はね出る前にねざっとねちょっとねおさらいの方ねしておきましょう。まあ今回もなかなかいいトミカたちがねちょっとね廃盤になっちゃいますね。下はまあ初回特別仕様なんで、なかなか今ではね手に入れることできませんが、上はね通常版になるんで、この動画を見てね気になった方はぜひお早めにね手に入れておいてください。今なら安いと思います。さてはね、まずね39番の方から参りましょう。はい、こちらがねアウディ R8 ですね。通常版が赤色で登場しておりまして、初回版がブルーでした。さてはね通常版からね軽くね見ておきましょう。はい、こちらもね本当にあのかっこいい車両になっておりまして、まあ簡単ですがね車体の方はねこんな感じです。グリーンの部分は本当にね細かい造形しっかりとできてますね。ヘッドライトはねシルバー塗装仕上げで、真ん中にはしっかりとアウディのエンブレムで、ボディのカラーはこちらね赤のソリッドカラーですね。特にメタリックとかではないですね。ボディ形状は非常にねよくね形作られておりまして、滑らかなボディラインバッチリと再現されております。側面はこうなってで、ここは黒の塗装が入ってますね。で、後ろの部分は、はい、こんな感じで、こちら側もアウディのねエンブレムや、あとね車両のロゴなどはバッチリとねプリントで再現と。で、リアウィングですが、こちらはボディと一体成形で、カラーは黒色の塗装仕上げで、リアガラスからは内部見えるようになってるんですが、内部もねかなりしっかりとね作られてますね。ここがかっこいいですね。で、反対側の側面はこんな感じで、上から見ると、はい、こうなっておりまして、底の部分はこんな感じと。で、この車のねギミックの方はサスペンション機能がついてますね。で、このね赤色に続きまして、初回特別賞はブルーで登場しておりました。カラーはねこちらはソリッドのブルーではなくてメタリックのブルーですね。まあ仕様はね通常版と同じなんですが、はい、こんな感じでメタリックブルーが非常にねよく似合ったかっこいい仕様ですね。通常版がブラックのところはこちらシルバーの塗装仕上げになっております。で、リア周りテールは、はい、こんな感じで、こちら側もバッチリと再現されてて、反対側の側面、はい、こちら側も非常にかっこいいですね。で、上から見るとこんな感じで、そこはねこのようになっております。まあ、通常版とねこう並べてみると、はい、こんな感じになってて、まあアウディねこれねどちらもね素敵な色使いになっております。まあ今ではねやっぱ初回はねなかなかちょっとこう手に入れることはできませんけども、この本当にあの通常版もねとてもねいいねかっこいい車両になってるんで、気になった方はぜひねお早めにね買ってみてください。ということで、まずね何は39番のアウディ R8 でした。で、続きまして、はい、こちらもねちょっとなくなっちゃうのが惜しいですけども、ナンバー70番の三菱アウトランダー PHEV ですね。ではまずね通常版からね見ていきましょう。はい、こちらはね、まあ意外と車体は小さめかな。で、車体の方は本当にね、まあ少し小さいと思うんですけども、車体の方はね、かなりしっかりと作られてますよね。パーツの構成もかなりいい感じです。ヘッドライトはクリアーパーツ仕様ですね。で、造形ね、三菱のエンブレムなどもしっかりと作られておりまして、で、通常版のボディカラーはメタリックのシルバーっぽい感じになってるんですけども、少しこうブルーがかったというか、青みのかかったね、感じのカラーになっております。で、側面はこうなってて、かなり車体ね、大きいですよね。スケールは少し小さめなんですが、まあ、これぐらいがちょうど良かったのかな、この車両に関しては。で、後ろの部分を見てみるとこうなってて、まあ、少し確認しづらいと思うんですけども、こちらねメーカーの三菱のエンブレムはしっかりとねプリントで入っております。で、あとこの左下かな、この左下でもね確かこれ PHEV と書いてるはずですよね。ちょっと確認しづらいんで、後ほど画像の方に拡大しておきますね。で、反対側の側面は、はい、こうなっておりまして、上から見るとこんな感じですね。ルーフの形などもバッチリですよね。で、底の部分はこんな感じになっております。で、こちらの車両ですね、ギミックも豊富ですね。サスペンション機能と、あとは後部のドアのね開閉機能もこんな感じでついております。これは非常にね嬉しいということでね、はい、こちらね三菱アウトランダー PHEV のまずね通常版でした。で、初回特別仕様の方がこちらはカラーが赤色ですね。ではでは開けてね見ていきますが、じゃんと、
はい、色はね、これはメタリックではなかったかな。あ、ちょっとメタリックっぽいかなか。ではちょっとね、くるっと見ていきますが、はい、こちらもね、まあ割と通常版と対照的なカラーになっているんですけども、パーツ構成などは全く同じですね。ギミックも一緒ですね。で、気になるボディカラーはこんな感じで、メタリックでは多分ないんですよ。若干メタリック感はあるのかな。でも難しいね僕紹介した時どんな色って言ったか忘れちゃったんですが、結構深みのある、でちょっとこうね、潜むように輝いているこのボディカラーが魅力的ですよね。素敵ですね。なんか初回感がすんごいあります。で、後ろの部分はこうなってて、はい、こちら側もロゴやエンブレムとバッチリとね書いてあります。で、反対側の側面はこうなってで、上から見るとこんな感じですね。で、くるっとね、底の部分はこのようになっております。で、こちらのギミックも通常と同じくサスペンション機能と後部のドアのね、開閉機能がこんな感じでついてますね。では通常版とね、並べてみると、はい、こんな感じで、はい、こちらもね、なかなかいいツーショットですね。アウトランダーもね、ほんとめちゃめちゃかっこいいね。いや、これもね、ちょっとなくなっちゃうの、ほんと惜しいですよね。まあ、70番がね、ランボルギーニのアベンタドールなんで、まあ、新しい車両もね、まあ、とてもいいんですけど、いやー、なくなるってね、やっぱどうしてもね、毎月のことなんですが、ちょっと寂しいと思うんで、これもね、気になった方はぜひね、早めにね、買ってみてください。はい、ということで今回は2019年明日11月の16日がね、第3土曜日ということで、新作のね、トミカが登場します。それに伴ってね、廃盤になっちゃうトミカをね、まあ、ぜひ皆さんに、ね、知っていただきたくて、まあ、ちょっとおさらいを含めてね、紹介させていただきましたが、ささ皆様ね、いかがだったでしょうか。いや、まあ本当に毎回毎回、毎月毎月同じことね、ちょっと言っちゃうようなんですが、今回もまた素敵なね、車両たちがね、発売にはなるんですけども、なくなっちゃう車両も本当に素敵なんで、まあ気になった方はね、ぜひね、早めにね、買ってみてください。まあ本当にね、どちらもいいと思います。ちょっと捨てがたいですね。で、結構活躍してた期間もね、アウディは、2017年で約2年、アウトランダーは2016年でまあ約3年なので、そんなに長くなかったと思うんでね、数自体もそんなに出回ってない可能性もあるんで、まあ、非常に、ね、貴重なトミカになってくると思うんで、気になった方はぜひね、お早めに。まあということで、今回はね、この辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやね、インスタもやってますので、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。